はい、ピューレピューレはこれやっちゃダメなやつですね。はい、皆さんこんにちは。いたぐれまる子とアンナの飼い主のいたぬしです。今日なんですけれども、アマゾンのおやつランキングで高評価を獲得していたおやつを購入しましたので、ご紹介をしていきたいと思います。もうね、まるが結構食べたそうなんで、まず先に食べてから後からご紹介できればなって思います。でですね、何を買ったのかと申しますと、リバーペット株式会社さんが出している犬デンタル無添加ピュアですね。でデンタルガムなんですけど、砂肝、ほうれん草、牛コラーゲン、3つの味が、あります。で今これトライアルでですね、アマゾンで、550円で販売してたので、ちょっと試しに買ってみました。では早速食べさせてみたいと思います。ね、今日マルコだけにね、食べてもらおうと思うんですけど、まあ3つ食べてもらうのちょっと多いんで、1本ね、割って、1本ずつ食べてもらおうかなと思っています。まずはじめに、これが牛コラーゲン味から食べてみたいと思います。はい、マルコちょいで、ちょいでね、ガムだよ。はい、ちょっとね、割って割ったらこんな感じでしたね。じゃあこれ食べてみよう。どうぞ。バルはね、もう下向いて食べてる。結構しっかり硬さがありそうですね。美味しいですか。これね、残ったやつ欲しいんだよね。お座り、待って。じゃあ次はほうれん草味食べてみましょう。はい、ちょっと待てよ。お、色が緑ですね。やっぱりこんな感じです。緑色ですね。はい、これも割ってね。はい、こっちよ、待てよ。よし、はい、結構やっぱ硬さありそうですね。やっぱデンタルガムなんで。じゃあ次はこちらですね。これが一番美味しそう、鶏の砂肝味ですね。まだは結構砂肝好きなんで、多分間違いなく好きですね。これこれダメよ。ここ、はい。あ、いい匂いする。はい。あ、いい匂いする。砂肝、いい匂いするんで。で、こんな感じです。ちょっと高みかかってますね、これ。相当好きかもしれないですね。はい、どうぞ。はい、取ってあげたらね、ここで食べますね。はい、もう一回どうぞ。美味しそうだね。はい、ちょっと食べる。美味しそうに食べてますね。バルは結構飲むタイプなんで、こっち持ってあげないとスティックタイプは食べれないです。美味しかった。はい、お手、お手ちょうだい。探してる探してる。はい、美味しかったね。はい、でもう一つ
買っています。これもトライアルで、3つでですね、550円で、Amazon から購入しました。でこれがピューレのタイプになっていて、1つがトウモロコシ味、人参味、さつまいも味です。もう後ろでどんどん引っ張ってるんで、これも、まず食べてみたいと思います。じゃあまずはじめに、さつまいも味から開けてみたいと思います。ピューレだって、あ、こんなスティックですね。綺麗ですね。綺麗なスティックです。あ、これ好きそう。じゃあ開けます。はい、はい、じゃあちょっとスプーンにね入れましょう今日は、はい、なかなか待てよ。お座りは、お座りは、あ、お芋さん結構見てください。ほら結構しっかりした形状です。お座りは、お座り、お座り、お座り、待てよ。絶対好き。はい、よし、絶対好き。これは液体というより結構しっかりとした形状してましたね。はい、今のがさつまいもです。このまま多分まるちゃんも食べたいんですけど、いきましょう。はい、次が人参味ですね。あれいつもご飯で人参食べてるから、これ多分好きですね。はい、同じですね。はい、あ、人参味はすごいなんか液体感が強いですね。よいしょ、よいしょ、丸、お座りは、お座り、今ちょっと飛びましたね。はい、お座り、お座りは、待て、待て、ちょっと待て。はい、人参がこんな感じです。もう舐めてますしね。では、はい、よし、こんな人参のすごい匂いじゃなくて、なんか爽やかな人参の香りがします。はい、じゃあ最後にこれですね、トウモロコシです。お座り、あの、お座り、お座りは、お座り、お座り、お、はい、これがトウモロコシです。あ、人参と同じぐらいの柔らかさですね。ということはやっぱり芋がちょっとやっぱり固めに作ってあるんですね。はい、待て、待て。はい、トウモロコシこんな感じですね。上で舐めてますけどね。はい、待てよ、よし、これは好きですよね。もうこの感じはもうあれにしか思えないですけど、これは好きですよ。あ、トウモロコシいい匂い。はい、欲しいね。もうちょっと食べる。はい、お座りして、お座りして。じゃあトウモロコシをこのままあげましょう。お座り、お座りは丸。はい、待てこんなお上品に食べないわな、いつもな。とても美味しそうに食べます。はい、まだまだ多分これはいつものあれの感じで食べますよね。はい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 、はい、ピューレ、ピューレはこれやっちゃダメなやつですね。はい、はい、美味しいね。あんちゃんがね、あの、昨日からヒートになってるんですよ。なので出てこれません。あ、じゃあ後でねあげるからね。いや、でもこれ先ほどのデンタルガムもこのピューレも今トライアルなんですけど、デンタルガムの方は20本入りを3袋で550円、このピューレについては何本入ってるんだろう、4本入ったのが3袋で550円。コスパいいですね。ありがたいですね。でこれ結構多分美味しいんですよ。これ多分はいはいはい、すごいすごいね。相変わらず好きだねあなた。はい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 、ね、ペロ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 してるね顔を見るのはね、あの、主としては最高でございますよ。はい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 、はい、もうこれでないんじゃねえか。はいはい、はい、もうおしまいです。さっきのね、
お芋さんはあんちゃん好きなんで、お芋さんはあんちゃんにあげましょう。あ、芋ちょっとあるよ、ほら。結構な量入ってますよ、これ。はい、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 はい。これは美味しいやつですね。逆にすればよかったですね。このピューレあげてからガム食べた方がよかったですね。はい。はい、OK でーす。よかったね。人参の方も食べましょうか。これを食べながらね、いろいろご紹介していきたいと思います。さっきのデンタルガムをですね、販売しているのがリバーペットさん、鳥取の会社さんのようです。で、まあ、その鳥取の会社というか日本産ということでね、やっぱりちょっと安全に安心感がある、ものでですね。で、無添加を売りにしている会社さんで、このデンタルガムも、ピューレも、無添加ですね。これもとっても安心できます。ピューレすごいですよ。人参は人参のみ使用、トウモロコシはトウモロコシのみ使用、はい、お芋は、さつまいものみ使用ということでね、本当にこれ安心安全で食べられる、与えられるものですね。多分人間食べてもいいんでしょうね、はい、美味しいね。まあ、ピューレはね、王様がいますからね、まあ、大好きなものだとは思うんですけど、これガムなんですよね。ガムって今までね、3つの種類ぐらいの味しか私知らなかったんですよね。プレーンとミルク味とチーズ味、この3つしかないですよね。ほうれん草味と砂肝味、珍しいっていうのが一つありました。あと、あれ、ここだよ、はい。あとですね、マルは結構さっきも言いました、飲み込むタイプなんで、ガムもスティックタイプ、しかもこういうすぐ噛み砕けるやつは持ってあげないとすぐ飲み込んじゃうんですよね。で、あんちゃんがこのね、スティックタイプじゃないと、牛皮のガムだと噛めないんですよね、この。っていうのもあって、やっぱりこういったスティックタイプっていうのはどんな子でも食べやすいのかなとも思いますね。で、結構さっき割った時にですね、ギザギザがあったので、しっかりと汚れは落とす感じはしましたね。あれ、鼻についてるね。はい、まあね、もう1日にガムは、朝晩に2本ずつね、食べますんで、まあ、結構消費します。なのでやっぱりね、たまに味を変えてあげた方がいいかなとも思います。ちなみに今日マル、多分晩ご飯の後のミルク味のガム食べなかったですね。飽きるんですよね。チーズ食べないし、ミルク食べないし。でもさっきの砂肝とかほうれん草ガンガン食べてましたけどね、まあ、ちょっと変えてあげるのいいかもしれないですね。まあ、今回はトライアルの商品だったんで、終わるか、はい、はい、はい、丸、ここで。もうね、これピューレはやっぱりすごい、ピューレすごい、もう大好き。よかったね、これね、アマゾンでね、ランキングに入っててね、今トライアルでね、ちょっと目を引いたからね、買ったんだけど、これだったらもう一回買ってもいいね。ね、鳥取の会社ね、安全安全だよね、うん。はい、もうこれで人参もなくなりましたね。
はい、もう大好きだよね、これは。ピューレは大好き。見てる方も、この丸のペロ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 してるのに満足いただければと思います。結構、私もこの顔が好きで、ピューレ系は買っちゃいます。ね、はいはいはい、おしまいです。お座りしてください、お座りしてください、まるちゃん、お座りしてください。はい、ごちそうさまでした。はい、まるにはもうたくさん食べてもらったんですけど、改めてですね、商品の方紹介したいと思います。で、この商品なんですけれども、私のこの動画の下のですね、概要欄の方にも、リンクを貼っていますので、もしよろしければ参考にしてください。で、今回買った理由なんですけれども、 Amazon のですね、ペットコーナーにある、ランキングの上位に入っていたのに目がついて、購入しました。で、今回、この初めに食べたですね、犬デンタル、こちらがデンタルケアガムです。で、無添加ピュアということで、まあ、添加物を使用していないので、まあ、安全かなと思って購入しました。で、味が、先ほどもお話ししましたけど、ほうれん草味、牛コラーゲン味、砂肝味と3種類あります。で、中ですね、20本入りで1袋です。で、この棒スティックタイプなんですけど、見えますかね、こちら、だいたい10センチぐらいかなのスティックタイプのガムですね。ワンちゃんがガジガジ、噛んで食べるタイプですね。で、パキッと割ったら、見えますかね、まあ、この繊維質になっているのが歯の間の汚れを落とす、ガムになっています。で、今トライアルで Amazon のランキングに入ってたんですけど、この3つですね、20本が、入ってる1袋が、3袋で、550円で販売してたので、もう私すぐ、ポチッとしちゃいました。はい、で、これが、後に食べた、ピューレの方ですね、犬ピューレという商品になっています。で、これもですね、無添加の、商品になっています。で、こちらも Amazon の方で、まあ、先ほどのデンタルガムと同じように、550円で、販売していたので、まあ、トライアルということで、購入しました。味が、トウモロコシ味、さつまいも味、人参味でした。で、中身が、これですね、今1本食べたので、4本入りで1袋、これさっき今1本食べたので3本になってますけど、4本入りで1袋、これが、3つですね。で、こっちもですね、さっき Amazon で見たら1袋が380円で、販売していました。で、まあ、特徴としてはやっぱ無添加もそうなんですけれども、100% のトウモロコシ使用、 100% のさつまいも使用、 100% の人参の実を使用としたピューレです。でね、鳥取の会社なので日本産、これがやっぱ安全ですよ ね。やっぱり大切なワンちゃんに食べさせるものなので、やっぱりこういう安心安全なものを選んであげたいなと思います。はい、以上今日ですね、Amazon で私が購入した、まあ、即買いしたんですけれども、トライアルキットですね、こっちがデンタル、犬デンタル、デンタルケアのガムですね、とこっちがピューレ、もうワンちゃん大好きピューレ、犬ピューレを購入しました。はい、本日の動画は以上です。